日本奈良県奈良市美沙門町美沙門町は奈良県奈良市の中央部、市街地の中央部に位置する地区である。奈良町に位置する町の一つ。郵便番号は六三ゼロの八三八三。美沙門町の昼の風景奈良市に位置する。北は笠崎町、北東は久能道町、南東は十里院町、南西は薬師堂町、西は芝原屋町、北西は 柴付きぬけ町に接する。町の西側に微社門店を安置する微社門堂があることからその名がついた。市議山の本尊にあった微社門店が平乱寺に持ち出され、現在の微社門町付近に捨てられていたため、この微社門堂に安置されたと言われている。現在は宝徳寺にあるとされる。もともと町の西側には元郷寺応答院の境内が、 東側には、願号寺全員境内があったという。宝永年間には、春日若宮祭りに出演する、農薬者や、参勤する大名らに宿泊所を提供する、宿割町として栄えた。1859年に火事によって、願号寺王道が消失した。また、昭和30年頃には、多くの店が立ち並びにぎわいを見せていたが、現在はほぼすべての店が閉まっている。 近鉄奈良駅から徒歩で約13分。奈良市立飛鳥小学校及び奈良市立飛鳥中学校校区にあたる。ありがとうございます。